ご視聴ありがとうございます。相川戦将の広報担当のムーです。本名は小池と言います。今日はですね、一例取り扱っているバイクの紹介いきたいんですけど、まずは、うちの会社の説明からまずいきたいと思います。じゃあ社長お願いします。あ、社長の塩島です。よろしくお願いします。うちの会社はですね、外国からバイクを輸入してくるのに長けてる会社でして、ドイツやアメリカから、何台か輸入をし始めています。今おすすめは CBX10 なんですけども、お求めやすいよ価格で、皆様にご提供できると思うので、ぜひ、ご覧ください。我が社はですね、現在バイカーズパラダイス南箱根店さんにバイクを置かせてもらってるという状態です。でここ今こうちょっと話をしているところはショールームになりまして、ここにバイクを置いて来てくれたお客様にご覧いただけるようにしたいと思っております。じゃあ、はい、ちょっと紹介をこの辺でいきたいと思います。では次の動画では、我が社のバイクの紹介とかをしていきたいと思います。じゃあチャンネル登録とインスタのフォローお願いします。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんにちは、塩島です。はい、うちのおすすめ1号 RVS です。ぜひ買ってください。お安くしておきますよ。価格はバイパラにて。バイパラにてですね。アメリカから来たばかりの GT38 です。エンジンもキック一発でかかります。これもクリスマスセールをやってるのでお安く買えるようになってます。ぜひバイプラに見に来てください。750ターボです。1984年式だと思われます。買ってください。超ピカピカです。オーバーホールもしてあります。乗ると超速いです。見てください、このエンジン。世界唯一の空冷6発エンジンです。こんな純正状態で残ってるのは少ないと思います。おすすめです。 GT250 です。超ピカピカ、これも一発でかかります。こんなバイク多分世界に1台しかないと思います。よろしくお願いします。